こだとデートしたいと思います。今日は2人でデートです。久しぶりに。初めてだよね。初めてかも。あの YouTube に出るの。あかも。あのさ、お花のさイベントの時にさ、ああそうだね、ちょっとだけ出てもらった。あ、そう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 。でもこうやってなんか二人でやるの初めてだね。妊婦さん横向いて。結構会うたびにでかくなってってる。そう、今がすごい急激になってる。そうだよね。顔がやばい。こっちの方がやばいよ。ね、暑いからすごい多分デカデカ小僧になる感じすごいと思うけど。ランチしたり、映画見に行ったり、お買い物したりしたいと思います。なんだっけ、H&M だっけ。あ、そうそう、なんかザラホーム的な感じで H&M ホームっていうのがネットではあるんだけど、店舗はなんか銀座にしかない。ていうか初めて聞いた。そうだから、なんか今日どこ行くのっていう風に言われて、で H&M って言ったの。うんそしたらで H&M に行くのになんでそんなに銀座にこだわるのって言われて。確かに。でもなんかチーファーH&M の銀座っていうから、一部にそういう H&M ホーム的な感じで、なんか雑貨系も置いてるみたいな。あ、そうなんだ。そう、ブランケットとか赤ちゃん用の、そうそうそう、クルミとかをちょっと可愛くて、すぐボロボロになっちゃいそうだなと思って。確かに。おすすめでいいのあったらいいな。先輩のさんに教えてもらって前に付き合ってもらおうと思ったんです。そう、カフェとかも入ってるらしい。H&M カフェ。いい、普通に買い物したい。今日の私たちのコーデ、こんな感じでーす。299円。299円。やばくない？安っ。いい。M でかいかな。長い気がしない。長そう。けどさ、M しかない。てかウエストが。ウエストでかい気がするよね。でかい気がする。結局いっぱい買いました。自分のものね、私もいっぱい買っちゃった。久しぶりかもね。こう買い物に行っちゃう。わかる。はい、買った、ね、セールが、そうそう、セールだったからね。いっぱい買っちゃったね。雑貨系は少なかったね。ね、少なかったね。オンラインなんだ。確かに。オンラインでいっぱいちょっと探しても、あの、あ、あれ買ったね、うん、おくるみ買えたからよかったね。ありがとう、ね、付き合ってくれて。とんでもない。私いっぱいセールの買った。確かに前のが買った。ね。だから今からちょっとランチに行きたいと思います。来たー。イエーイ、食べよう。ね、美味しそう。食べよう。はい。今 PICU 見てるけど、自分が分かってないタイミングでこんなに負けるんだから。痛いわ。何なんですか、30位に半端ないの、まだ言われてないけど実感湧いてきた。湧いてきたのよ。へぇ、東京さんってあのスーパーに誰いるんだって思い始めた。
夢じゃん、例えばのチーム赤ちゃんがお腹の中にいて、チーム前んじゃないの、うん、足をめっちゃこうやって蹴って、うん、足の形が丸見えになる夢を見た。あ、で、ね、本当に絶対足じゃんとは思うときもうなんか足のチビ足みたいな、めっちゃ死んで言ってるよね。動画とかよく出てくるじゃあリアルにあるのかな。あると思う。手とか前に、なんか前になんか言ってたね。言ってたら手とかわかるよね。さすがにまだちょっとそれわかんなくて、自分をわかってると思う。なんかパンって言えると、え、かわいい。ちゃんとタイミング合わせてくる感じが、初めてさ、1ヶ月ぐらいの時にさ、そういつさ、前でさ、前の初めてだったよね。マジで、あ、あーちゃんちだよ ね。あれ、ほんと初めて。あ、本当に実感がなかった。いるかわいいみたいな。マジかわいい。でも何考えてるんだろう。え、そう、もう、うん、急にここどこって感じだよね。めっちゃ疲れた、ね、あのね、急にシフトチェンジみたいになったんですけど、映画館に来ました。本当暑い。暑いね、うん、今から映画に、はい、リトルマーメイドを見に行きたいと思います。久しぶりだね、映画見たの ね。本とかいろいろ買って準備して見て、今日は C のお家に泊まるので帰宅したいと思います。よかった、よかった。全部アリエルワッフ見てたからね、絶対不思議ならバイドだと思う。いや本当そうだよ ね。てかチート行かないんだったら行かないと思う。まんまだった、なんか子供の頃の、うんうん、ね、セリフも全部わかるし、うん、知る人ぞ知るみたいなところまでやってくれてる感じがさ、エモかったよね、うん。これからゆうきと合流して、はい、次のお家に行きたいと思います。待っててね。登場、はい、はい、今日はね、泊まらせてもらうんだよね、はい、すごい面白いズな感じボスボスだけど、ね、来てくれて、いや、ご飯全部作ってくれて、とんでもないよね、うん、逆にね、いつも結構泊まらせてもらってるんだよ ね。今日はいっぱい楽しみたいと思います。見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。